らだった。あ、石川選手の。気持ちいい。さてさて、今日もちょっと自粛中の動画を撮っていくんですけども、まあ、本題に入るまでちょっとVlog形式でやっていきますので、まあ、興味がある方は見ていただけたらと思いますし、本題だけ見たいですっていう方がいたら、この時間までスキップをしていただけたらと思います。 OK、 じゃあ続いてご飯作りましょうか。じゃあこの卵ともやしを使って簡単に節約飯いきます。よし、そしてもやしはこうやって水洗いをします。で、ごま油を敷いたフライパンとこの沸騰したお湯がありますけども、ここにですね、もやしを投入していきます。これぐらいですかね。そしてこちらのカットわかめですね、乾燥わかめもこちらのもやしの中に入れていきます。よいしょ。うわたら本みりんを少々、醤油も少々入れます。いやいや、ついつい作業に集中すると撮影中無言になってしまうので、あとは意識しながら喋ります。そしてこれを卵をですね、3つこう溶きます。よし、投入していきます。よし、よいしょ。はい、そしたら次はお味噌ですね。材料はもやし、わかめ、味噌、卵だけなので、すごい節約飯なんです。でもちゃんと栄養は取れるということで、はい、全然な見た目華々しくないし、全然インスタ映えとかしないですけど、おすすめです。まあまあまあ、ちょっと映えに関してはね、20点ぐらいですけど、はい、まあシンプルな節約料理いただきます。やってみましょうか。うん、美味しいです。よし、はい、じゃあちょっと歯を磨きます。ということで、コミュニティメンバーの連絡とか、もろもろが終わりましたというところで、今回の本題に入っていこうと思います。で、昨日の夜に非常事態宣言が発令されましたと。緊急事態宣言を発出することといたします。で、僕はもう非常事態宣言が出たというところで、もう本格的に家ごもりをしようと思います。家ごもりしようと思いますとかもしなきゃいけないんですよ。そう、もしかしたら僕は感染源になっちゃうかもしれないリスクがあるわけなんで、もうそれはもう徹底的にやめようというところで、ちゃんとね、家にいようと思います。で、僕は最初一発目断捨離してミニマリズムなライフスタイルを送るようになってから4年ぐらいが経とうとしています。で、必要最低限のものしか家の中にはないわけなんですけど、じゃあその中でどうやって過ごすんですかっていう質問が結構来るんですね。そうなので、今回は、それを紹介していくわけなんですけど、ただ単純にこうやって過ごしてますというよりかは、家にいる時間が増えたからこそ感じた、ああこれはあってよかったなって思えるアイテム、これをシェアしてみようと思います。ガチガチにミニマリズムなライフスタイルを送っている人からしたら、いやそれショッピーさん完全にいらないですっていうかもしれないですし、ミニマリズムに全く興味がない人とか、別に知らない人からしたら、いやショッピーさんそれあって当たり前じゃんっていう風になると思います。そうなので、その判断は皆さんにお任せします。そうなので、少しでも参考になってくれたら、何か引っかかったら嬉しいなという気持ちで今回シェアさせてもらいます。なので、気軽に見てください。じゃあ最初の一つ目はこちらにあるテレビです。僕は会社を辞めて起業した直後、まだミニマリズムに出会う前にテレビは手放したんです。そう、仕事の邪魔になるからっていうことで、テレビを手放しました。で、それからテレビはもう不要不要、無駄無駄とか、テレビはいらない、ネットで十分とかってやってました。そうで、同棲を始めてから彼女がこのテレビを持ってきたわけなんですけども、これ、いいなって思う時が最近2つぐらいですね、思うシーンがありました。で、まず1つ目が、彼女が会社行ってるわけなんですけども、こういう事態
なので、その通勤時間が減ったんです。なので家で過ごす時間が増えました。そうすると僕とのその2人の会話が増えます。ただずっとやっぱそのネタがあるわけではなくて、ちょっとこう会話が途切れてしまったり、ネタが途切れてしまう時もあります。あとは僕がその仕事をやっていて、仕事のことにぐーっとこう集中したい時も入りたい時、あとはこうなんか仕事でぐるぐるぐるって考えてる時っていうのは、その会話しててもなんかそっちなんですよ。そっちってなんだろう、こう話していても結構こっちに意識があるんですよね。仕事に意識があるんですよね。そうなんか本当はまあ彼女には申し訳ないんですけども、そういう時に会話がちょっとずつ途切れちゃいます。でなった時にテレビをこうポチッとつけて、で音量を小さく下げて、で BGM 代わりにすると、その部屋の空気がちょうどよくなるんですよ。僕ちょっと長嶋監督っぽい表現しかできないので、ちょっとどういうことですかっていう詳細を説明できないんですけども、なんかこう BGM 代わりにかけているとなんかどっちもこう気まずくならないですし、なんかいい感じになるんですよ。じゃあショッピーさん、そのテレビじゃなくてネットで YouTube とか Netflix とかでその動画かけとけばいいじゃないですかっていうふうに、まあ意見が飛んでくると思うんです。で僕も最初はそれやってたんですよ。でも自分から探しに行ったりとか自分で選択した動画に関してはやっぱついつい見ちゃうんですよね。自分が気になる動画を選択してるんで、そう見ちゃうんです。でもテレビだと、まあこれ制作者側には申し訳ないんですけども、まあどうでもいい情報がこう垂れ流しにされてるような状態なので、だってあんまり注視しないんですよね。なので、まあ、普通にこう程よく会話もできるし、自分がこうやりたいことだったり自分の世界にも入れるしっていうことで、いい BGM 代わりだなっていうふうに今は思ってます。そう、まあ、もちろんその中には面白いテレビもあるので、そこら辺はこう付き合い方うまく付き合えば十分面白いものになるかなというふうに思ってます。そう、まあ、ただ一人の時は全然見ないですけどね。あと感じたことは、そのニュース系の情報はリアルタイムにテレビの方が取れるなっていうのは思いました。そのどういうことかっていうと、例えば非常事態宣言っていうのが発令されますよ、今度の夜に記者会見しますよっていう情報はテレビの方が早かったです。そう、まあ、もちろんネットでツイッターでも拡散されてるかもしれないんですけども、ただ単純にこうスマホをこう置いといて非常事態宣言発動されますよ、ピロンピロンって、は出なかったですね。そうなので、情報はテレビの方が、まあ、早かったなというふうに思います。でこれからもそのなんかいろいろ事態って変わっていくと思うんですよ。いろいろ変化していくと思います。でそういうリアルタイムな情報っていうのはテレビの方が、まあ、ちょっと一歩先に出てるのかなっていうのは感じました。ただテレビも情報に偏りがあるわけなので、そこら辺はちゃんと鵜呑みにしないようにっていうところだけは注意しています。はい、続いて2つ目はこちらです。はい、iPad です。iPad。で、これ何かっていうと、妹が実家に置いてあって、でも使わないと。でもデータを処分する、初期化するのがわからないから、じゃあ、ショッピング使うってことで、こちらに送ってもらったっていうアイテムです。ただ、僕も、正直、まあ、この 11Pro Max で十分こと足りてたので、iPad を使ってなかったです。そう、使ってたとしてもライブ配信中にこう見るぐらいですかね。そうっていう感じでした。でもこうやって自宅にいる機会が増えて、この iPad は大活躍してます。これ iPad mini 4なんです。なのでちょっと処理性能は遅いんですけども、ただコンテンツ消費するぐらいなら全然問題ないです。で例えばこの iPad を使ってこの Kindle っていうものを見たりしてます。まあ、iPhone 11よりも画面がでかいのですごい情報量が見やすいです。あとはネットサーフィンですね。ネットサーフィンするときにもこちらの大画面の方が見やすいなという印象があるので、こっちを使ってます。であとは YouTube を見たりというのはこちらでやってます。そう、ワークスペースにはパソコンがあるんですけども、ただずっとワークスペースにいても飽きちゃうんで、そうなので、まあ気分転換にこっちの部屋に来てなんか作業したりするんです。そうなった時に、まあ 11Pro Max も十分画面はでかいです。でもそれよりも情報量がたくさん入ってくる iPad の方がやっぱ見やすいんで、こっちを使っちゃいます。ただこれが普通の iPad 10.7 インチのサイズだったら重いので、多分こっちを使ってたんじゃないかなっていうふうに思います。 iPad mini のこのサイズ感だから僕は使えてるっていう感じですね。まあそこら辺はちょっと詳しい方じゃないと分からないと思うんですけども、まあとりあえず最初はこれいらないなって思っていたんですけども、家にいる時間が増えて、あ、これめっちゃ使ってるじゃん、めっちゃ便利になってんじゃんっていうアイテム2つ目でした。はい、それは iPad mini です。はい、そして3つ目はこちらの下にある調理器具です。
例えばちょっと出してみましたけども、これパスタをつかむやつ、あとフライ返し、あとお玉とかですかね。でこれケーキを作るときによく見るやつ、であとお箸とかしゃもじとかありまして、あとこれ卵焼きをこう焼くやつですね。であと鍋とかフライパンなんかもあるんですけども、これは同棲するときに彼女が向こうの家から持ってきてくれたものなんですね。僕の家から持ち出したものって多分ゼロなんじゃないかなっていうぐらい、でも多分本当僕の前の物件では食器っていうのはなかったです。本当鍋1個ぐらいな感じだったんで、そう、まあ、料理は食べれればいいじゃんっていうふうに思ってました。でもこの家に来て、まあ、この家で過ごす時間が増えてからですね、その仕事勉強、なんかコンテンツを消費したりっていうのも飽きちゃうんです。そう、ずっとやれたらいいんですけど、勉強とかでも飽きちゃうんです。なので気分転換したいなって思って本読んだりとか、まあいろいろやるんですけども、ただそれも飽きちゃうんです。なのでじゃあ気分転換に何がいいかなって思った時に、その僕が作るのが好きなので、じゃあ料理しようと、料理を作ろうってことになったんです。まあ先ほどお見せした節約料理はもうちょっと見栄えは全然、もう映えで言ったらもう0点ぐらいなんですけどもそう、でもそういうこういう調理器があるからこそ料理が楽しい、料理を作るのが楽しいとか、もうちょっとこう腕を上げようと思って創意工夫できるっていうのはすごくこの器具のおかげだなというふうに思ってます。なのでこう引っ越した直後に、これいらなくない、これいらなくない、ぐらい手放す手放すとかやんなくてよかったなっていうふうに思ってます。そう、あってよかったって思ってます。今はまだ料理は下手っぴですけど、いずれはここからこう塩を垂らして綺麗に落とせるようにちょっと練習しておきます。はい、そして続いてこちらです。大画面のパソコンです。僕のパソコン遍歴としては MacBook の12インチから始まります。で動画編集をしたいということで MacBook Pro の13インチを買いました。でその後クラムシェルモードって言って外付けのモニターにつけてでかい画面で作業してたんですけども、ただそのクラムシェルモードの立ち上げまでに5ステップぐらいかかってすっごい不便だったんです。なのでそのモニターは手放してしまいました。で iPad で動画編集ができるよと、スマホでも動画編集できるよってことになったので iPad Pro を買いました。そうで、その時に iPad で情報、いろんな方のミニマリストの方の情報を見てたら、海外の人でそのパソコンの画面はでかい方がいいっていうことを発信していた方がいるんです。で、なんでかなと思った時に、その画面が小さいと作業効率がすごい落ちると、自由度も低いってことを言ってたんです。ただこの画面がでかいと作業しやすかったりとか、あとは入ってくる情報量も多いし、なので結果的に仕事が早く終わるよとか、質の高い仕事ができるよっていうのを書いてあったんです。でそれを見て、あ、確かにそうだったかもしれないなということで、まあ、クラムシェルモードのあれを思い出しまして、そう、確かにそうだったかもしれないなって思いました。でももうクラムシェルモードはちょっと不便だったので、じゃあなんかいいアイデアないかなと思ってこの iMac を買ったっていうことなんです。そう、そしたらですね、やっぱりすごい作業効率は上がりますね。めちゃくちゃいいですね。 iPad Pro 使ってた時はもうほんと連絡とか動画コンテンツみたいな必要最低限のものはもうすぐパパパってパソコンのようにできるんですけども、ただちょっと複雑な作業になった時にもう iPad Pro だとちょっと不便になっちゃうんですね。使えなかったりとか、そう、使うまでに結構何ステップか踏まないといけなかったりとかしてちょっと煩わしくなっちゃうんです。でも iMac の場合はもう画面がとにかくでかいんで作業がはかどります。めちゃくちゃ上がります。まあそんな感じでシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。そう、正直僕自身も混乱しています。そう、なんでかっていうと、前まではそんないらなくないって思っていたものが、家で過ごす時間が増えたら、あってよかったに変わったわけなんて、そう、ちょっとなんか矛盾してるような気もするしとか思ってるんですよね。まあでも、その時々によって必要なものは変わるなっていうのは、まあちょっと今回勉強になりました。前の動画で備蓄動画あげましたけども、ああいうのも別に普段の生活が遅れている状態であれば、そんな備蓄はもう無駄、いらないとかって思ってたんですよ。でも、まあこういうロックダウンがするんじゃないかとか、非常事態宣言が出るんじゃないかみたいな、まあ情報で聞いていたので、まあ備蓄をしましたと、必要になったのでしましたという感じですね。家で過ごす時間が増えたので、それに伴って必要なものが変わったというお話でした。はい、まあガチガチにミニマリズムのライフスタイルを送ってくる人からしたらまだ無駄だと思いますし、まあ別にミニマリズムとかあんま興味ない方というか、まあそんな知らないよっていう方からしたら、テレビとかパソコンとか調理器具とかあって当たり前じゃんみたいな
感じで思ったと思いますけども、まあ、何か 一つでも参考になってくれたら僕は嬉しいです。ちょっとでも参考になりましたよとか、1ミリでも何かあのへーって思ったことがありましたよと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、お伝えしたいことは以上かなというふうに思います。そんな感じで今回の動画は以上にしようと思います。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今外見てるんですけど、結構なんか出歩いてる人いますよね。そう、もちろん会社員で通勤しなきゃいけないんですっていう人は全然仕方なく出てもいいと思うんですけど、ただなんか子供だったり、あとお年寄りの方だったりとか、なんか急ぎってもなさそうだし、用事があるわけでもなさそうだしっていう人が結構出歩いてる気がするんですよね。そう、まあ非常事態宣言って、まあ、憲法のせいで強制力がないっていうところもあるんですけども、ただまあ本当にもう本当出ない方がいいですね。出ない方がいいんですけども、そうなんで、まあ、この動画を見てくれてる人は本当に自宅待機で自分から感染させないというところで、ね、やっていきましょう。